こんにちは、シルクファミリーの桐生です。こんにちは。今日はまたとっても面白い方が来てくださいました。もう工場辞めて YouTuber になるかっていう人なんです。いやいや、仕事頑張りますよ。工場で頑張りますよ。そう、はい、こんないろんな製品を作ってくださって、ゴイもね作ってるよ ね。それがもともとちょっと今出してないけどね。3代目なんですよ、工場の3代目がね、ここまでやるって私すごいなって本当に思います。本当ですか。頑張ります。しっかり頑張って。本当に。で、今日ちょっとお洗濯の仕方とか、そして以前ちょっとご紹介できてなかったタスマニアウールのレッグウォーマーとか靴下、これについてもちょっと、もうこれ靴下はねかなり売れちゃって、あんまり在庫がそこまでないかな。でもこの辺のも人気商品をすごく作ってくださっている方なんです。ではどうぞお願いします。はい、すいません。あのニットミンの西口と申します。いつもあのお世話になりありがとうございます。いえいえ、こちらこそお世話になってます。お客様の皆様も本当にいつもありがとうございます。で、今日はですね、このタスマニアあのメリノっていう、そういうウールですね、すっごくいいウールを使ったこのレッグウォーマーと、あのこちらですね、あと3色3色だね、このですね、うん、3色見ますか、この3色とあと靴下ですね、こういった靴下、同じ色で3色の靴下のちょっとご説明させていただきます。で、こちら あのタスマニアメリノっていうウールがですね、あのオーストラリアのこう離島にタスマニア諸島っていうのがあるんですけども、そこのウールを使ってるってことで、あの初めあの桐生さんからこの糸あるんだけどちょっとなんか考えてって言われた時にですね、あの社長あれですよね、なんかあの昔のなんかおばあちゃんが編んでくれたあの手編み感のある感じの柔らかい、ね、はい、ふわふわとした感じが可愛いんじゃないかな。そうですよね、うん、でやっぱりそういう感じのフィーリングがありまして、で糸がとにかくすごく柔らかくて優しいんだよね。優しいですね。あのタートルネック作って首が全然大丈夫ってやつね。そうですね、めちゃめちゃ安く作っちゃったな。これめちゃくちゃいいですね。もったいないな、うん、ちょっともったいない。それぐらいちょっと柔らかくて、なんかなんていうんですかね、ふわふわとした糸というのがあったので、まあ、どちらかというとこう靴下でもふわっと履けるような靴下だとかですね、レッグウォーマーもすっごくこの伸びが良くて、あのすごく足にふわふわと軽くて馴染むような、ね、オーストラリアでわずか 3% しか収穫できない。あ、 3% なんですね、これ。びっくり。すごいですね。あ、すごい希少性。あ、本当ですね。いや、全部使っちゃって今回、ね、しまった。まるっとレッグウォーマーと靴下で作りましたね。なのでこういうすごく柔らかく、ちょっとご覧くださいよ。こういうすごく柔らかくてね、すごいよね、これ軽いしね、もちもちとしてて、うん、おしゃれだしね、こうデザインも、ね、手編みの雰囲気ね。そうですね、これもデザインもちょっと僕描かせていただいたんですけど、ちょっと自分で描いたの。あ、そうなんですよ。すげえ、こういうあのなんていうか手編み感が、手編み感が、出てる、懐かしい雰囲気を出そうと思って。そうだね、はい、そうだね、昔よくおばあちゃんこう編んでくれてた。そうですね、感じよね。うちの母なんか編んでたけどね、もう今あんまり編む人少ないな。そうですね、そうですね。手編みのセーターともらったことないですね。ないです、ないです。あ、そう、ないですね。おばあちゃん編まへん。あー、あったんかな。93やな。そうですね、あったんかな。うちの母と同じ年なんです、ここのおばあちゃんが。昔はあったんかもしれない、ちょっと記憶に。まあね、洋裁する人と両方いたからね。うち編み物ばっかりやって、お母ちゃん、ね、なんでこんな感じですごく柔らかいあのレアーム&レッグウォーマーになってますので、これはとても、あ、そっかそっか、アームにもいけんねんな。手でもいけますね、はいはいはい、あのすごいふわっと優しい感じに仕上げてますので、ね、あの、ね、あ、すごい気持ちいいです。気持ちいいね、これね、ほんまに気持ちいいですね。いや、もうなくなっちゃってな、悲しいな。アーム&レッグって言えばこれがあるんだよね。そうですね、そうですね、このね、これもすごい人気で今どんどんこう販売されてます。で、これも一緒に作ったんだけどね。そうですね、うん、ちょっと宣伝し忘れてて、あのまだ商品にはなってないんですけど、もしご要望あれば、うんうんうん、作りたいって最初に言ってたな。そうですね。忘れとった。まあ、靴下が今発売させていただいて、もうおかげさまで発売本当すぐに初回納品分がそうだ、ね、あの買っていただけたという感じになってまして、うん、でこれからね、今年寒いということですので、ハンドウォーマーもいかがですか。もしよかったらこれもあります。
でもまだ作ってないの、ね、そうそう、まだ作れない、ちょっとご要望あれば作りたいっていう方向ね、はい、そうですね、もしあのご要望ありましたら、あのぜひキリさんのところにメッセージだとかですね、メールとかですね、温かいコメントですね、いただければ、はい、あの私もバタバタとしながらすぐにあの作らせていただきたいなと思ってますので、いつもありがとうございます。いや、こちらこそ。お洗濯についてもう一回ちょっとね、そうですね、前の洗濯のね、はい、説明がすごい良かったんで、あ、すいません、ちょっともう一回、じゃあもう一回言って、はい、そうですね、あのウールの靴下とかですね、こういう動物性の糸で作ったものっていうのはすごくあったかいで、あの僕も大好きなんですけれども、ただあのやっぱこういうウールとかはやっぱ万能ではなくて、やっぱ暖かいっていうメリットがある反面に、やっぱりちょっと強度に関しては僕らも本当に一生懸命こう強度を上げるやり方をしてるんですけども、やっぱりあのお客様の方もそこにご理解いただいたりだとか、洗い方だとか履き方っていったところをですね、知っていただくことでより長く履いていただけるっていうのがあるので、今日はちょっとそれをお話を少しだけさせていただければなというふうに思ってます。なので、ウールはですね、まあ、消耗品なんですけど、それを早く消耗してしまうのか、それともあのお客様もご理解いただいてより長く楽しんでいただけるのかで、もう本当に差が出ますので、それをちょっと少しあのご説明したいと思います。まずはあの履き方なんですけれども、これこちらこうこのマネキンで今履いてるんですけれども、まあ、私あの納品作らせていただいている靴下っていうのはかかととつま先の強度はかなり強く上げてます。あ、これもそう、あ、これもそうですね、かかととつま先は強度を上げてます。強度上げてんだ。そうなんですね、はい、あのウール 100% でいくと、やっぱかかととつま先ってどうしても靴の中であの力が入る場所ですし、体重がかかるので、あのやっぱりあの一番摩耗してしまうんですね。なのでかかととつま先っていうのはすごく強度を上げてる、まあ、ナイロンを少しかますことによってもう一気にこうウールじゃないぐらい強度が上がるんですけれども、それを全体にしてしまうと風合いがあのちょっとダメなので、かかととつま先のところだけそういう採用させていただいてます。でその時に大事なのが、あのかかとをきちっと、かかとの部分をかかとで履く、ちゃんと合わせる、これ当たり前のことなんですけども、案外このウールって伸縮性があるので、ちょっとずれててもですね、あのちょっとこれぐらいにですね、ご覧ください、うん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 、中にはこうやって履かれてしまってる方もいて、ちょっと今ポコってなってるから、あのそんなことないよって思うと思うんですけど、意外とこう馴染むとですね、分かんないんだ、あのこの、はい、感じになってしまって、一番かかとってあの擦れる、靴のヒールが擦れるところがあの守られてない、あのヒールの強い部分がはまってないので全然守られない状態で、ここが破れるっていうのが一番多いんですね。なのでかかとをきちっとこうスパンと入る、あの履いていただくことによって、ここはもうヒールはすごく強いので、あの靴で一番摩擦するところがあの破れないっていう感じになります。で特に今回のヒールっていうのはですね、あの Y ヒールっていうのでかかとがすっぽり入るような形状に今回変更しておりますので、なので皆さんあのウール履くときはスポッと最後まで履いていただくようお願いします。なるほどね。これ Y ヒール、あ、これは普通のヒールではない、普通ヒール、はい、これは普通です、普通です、はい、なのでこうですね。で続いてはですね、洗い方なんですけれども、ウールはやっぱり基本的には羊ですね、羊さんになりますので、あの手洗いか、もしくはあのまあお忙しい方もたくさんいらっしゃると思うので、こういった洗濯ネットですね、あのこれ100均とかでも売ってますよね、洗濯ネットに、私無印で買ってる、あ、どうですか、めっちゃいい、いや違うんですか、値段ね倍、はい、3倍ぐらいするんだけど、はい、強度がね、あ、10倍ぐらいです。そうですか、そうですか。いいんですね、無印のいいですよって、ね、もうその宣伝してもしょうがない。これも裏返して入れるんですよね。そうですね、はい、一番理想はあのネットに、靴下ですね、これ何足入れても大丈夫です、あのまあまあパンパンになりすぎたらちょっと洗いにくいかもしれないですけれども、普通に3足だよね、まあ、そうですね、私1足でやってるけどね、あと下着とかも別に入れちゃってもいいんで、とにかくあのネットに入れることが大事で、あのウールとかって濡れてる状態で他の繊維、例えばタオルとかあの擦れると本当に摩擦によって消耗していく、この消耗を防ぐっていうのがすごく大事なんですけど、それがもうまさに一番過酷な状況で洗濯機の中でぐちゃぐちゃってなっちゃうんですけれども、ネットに入れることによってこれ閉じますよね。で洗濯機で回るとこれがあのペタッてしながらこの一緒にぐるぐる回るので、あの水流でこう汚れはこうかき落としてくれるんですけど、あの繊維としては、はい、摩擦同士だから起こらないんですね。なのでこれで脱水までやっていただくことによって、洗濯機使ってるといえどもきちっと守られた状態で仕上がってくるという形になります。
であとは干すときは、あ、干すときはですね、あのこれあのタンブラーは絶対ダメですね、うん、あのまずタンブラーはあの羊さんです、羊さんあの70度80度そんな過酷な環境には切れませんのであの60度でもだいぶしんどいので、はい、やっぱり、ね、羊さんも50度までかなっていうところなので、なのでやっぱりきちっとあの形を整えてあの脱水干すときは表にしちゃっていいの？あ、そうですね、表で大丈夫です。表でちょっと引っ張ってたよね。そうです、形整えて、整えてちょっと引っ張って、ニット引っ張ってね、シュシュシュ、はい、こう上をゴム上だよね。そうです、ゴムを上にしてこうあの吊るしていただいて、これあの日向でも別に大丈夫です。あのおひあの羊さんの日向にいますから。あ、そうですね。なのであのずっとその2、3日置いとかなければ1日ぐらい別に外にあの干していただいて大丈夫だと思いますので、このままあの乾かしていただければ、まあ、よく陰干しって言うけどね。そうですね、まあ、でもね、納屋のね、うん、風通し悪いとこに干す人がたまに、うん、あの真面目な方で陰って、はいはい、かびるんだよね。そうですね、で乾かないですしね。何日もかかるしね、その間にかびたりするので、はい、やっぱ年に 1回か2回そういう連絡来るんですよ、はい、あ、そうですか、うん、だから苗とかには干さずに、うん、風通しがいい、まあ、半日陰とかね、そうですね、うん、日向でも大丈夫って今おっしゃったの で、 そうです、ね、ウールの場合はそうみたいです、はい、大丈夫ですね、うん、まあ、1日で入れないとね、まあ、本当に、はい、もう何日もしてもダメね、はい、これぐらいのウールでしたら本当に半あの天気が良ければ冬でも半日ぐらいで乾くと思いますので、うん、これいいよね、すごくね、あの SW にツイートよかったね。うん、これも柔らかくて僕も大好きな糸なので本当に、うん、ふかふかでね、スタッフもすごい人気です。だいたいこれとこれをみんながうちのスタッフはこれとこれ入ってます。これあれです、斜面シルクのファイルですね。そう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 、これも人気、うちのスタッフで人気、これも人気。ありがとうございます。あのいい仕事ができて本当に満足しております。皆さんも履いていただいてますか、どうですか。これあのすごい柔らかくてお家とかもストップにすごいいいかなと思ってます。ほんと気持ちいい、靴履いてもねクッションになって気持ちいいです。じゃあ、 あとね、はい、すいません、あのウールの靴下なんですけども、うん、あのすごく大切にこう手洗いとかですね、ネットで洗っていただいても、やはり毎日履いてしまうとやっぱりあの消耗が早くなっちゃうので、やっぱりあのローテーション、まああのやっぱり間、靴も言うよね、そうですね、革の靴とかもそうですし、うん、ちょっと休めてあげた方がやっぱり長持ちするので、うん、あの例えばセーターとかでですね、毎日着たらあれやっぱ脇とかどんどんあの毛羽立ってきたりとか消耗すると思うんですね。あれとやっぱ靴下も一緒で、うん、あのもしこの靴下がすごく好きだって言ってくださるお客様は3足ほど持っていただいて、やっぱ毎日こう違うやつをコロ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 、はい、回していってあげる、洗って、うん、まあ、例えば2足で、はい、乾いて履く、乾いて履くじゃなくて、はい、ってことね。そうですね、あの洗うの洗うからね、そうですね、続けないけども、そうですね、あの1日休ます感じ。そうですね、なので、まあ、一番理想は例えば、まあ3足、まあ、これを3足持つ必要はないかもしれないんですけど、何かと含めて3足ぐらいでローテーションでこう3足でいいね、はい、それぐらいで回していただくと、あのしっかりとあの長く履けるかなっていうふうに思ってます。なるほどね。でごめんなさい、僕いろいろちゃんと言わないといけないから、うん、カンペがあともう一つですね、あの先ほどあのウールって摩耗するってお伝えしたんですけど、うんうんうん、案外見落としがちなのはあのお部屋の中のカーペットとか、うん、あの絨毯、あ、まあ、一緒ですかね、うん、あとフローリングとかもそうなんですけど、うんうん、あのスリッパ代わりにこれ履いちゃうとやっぱりダメなんですよ。言ってたね、うん、スリッパ履いた方がいいってことね。スリッパ履いた方がいいんですよね、床暖でも。そうですね、これを履いていただいた上にやっぱあのスリッパ、もちろんこたつの中とかは もちろんね脱いで履いてあのそのままなんですけども、やっぱり家の中で移動するときにスリッパとかないと、あのすり足で歩いてないよっておっしゃる方多いんですけど、ただやっぱり毎回こう消耗して少しずつ毛が削れていって、そうなんだ、うん、なんかそういう方はね必ずここら辺のここが薄くなります。あ、そっかそっか、はい、かかととこれは固定されてるから、はい、固定されてるけど、はい、で靴の中はあの意外とベタっとくっついてて、つま先かかとだけの摩耗になるんですけども、あのここが破れる方はもう確実に、あ、この方フローリングで履いてたなっていうふうにもう分かっちゃいます、作り手からすると。なのであのお家でもちろんウールなんであったかく履いていただくんですけれども、ただしあの必ずあのスリッパとかですね、極力履いていただいて、であのこたつに入るときとかはもう脱いでそのまま入るみたいな感じにしていただくと、あのウールは摩耗せずに長く、こたつある、こたつあります。もうこたつない人多いもんね。そうですね、こたつない人多いですね。そうですね、そうか、ええな、こたつ好きなんですよ。私も好き、出れなくなるから困るの。あとみかん置いといたらな、そう止まらなくなるやつ、ね、止まらない、黄色くなるやつですね。
いう感じで、なので、まあ、以上ですね、あの履き方とあの洗い方のご説明させていただいてたんですけど、これも説明してなかったからね。あ、そうですね、そうですね、やってもらってよかったです。ちょっとね、お手間かかるかもしれないんですけど、やっぱりウールの良さっていうのをやっぱ皆さん、ね、長く長く楽しむ、楽しくですね、うん、なるほど、ね、私もちゃんとスリッパ履くわ、履く時と履かへん時あるから履いていただいた方が、そうだよね、もうめんどくさくてさ、 OK、頑張ります、はい、皆様もぜひですね、スリッパ履いてくださいね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。長い間ありがとうございます。お聞きくださって、切ります。失礼します。失礼します。